大踏み一の伝第二席の一しばらくしておじゅうとみのすけは再び一がの部屋で会う約束をしておじゅうが先に待っていましたその日はおじゅうは先へ帰り一足遅れてみのすけが戻りましたそれからまたほどたって十二日の日におじゅうが参り 「今度はおゅうの方が早かったのでみのすけの来るのを待っていた」がその間退屈だから机の引き出しを開けてみると手袋と女の手で書いた文が出ました「おや女の文先生は確か30ぐらいだというがまだ独り者だってえから女のとこから 身ぐらい来るのは当たり前だが破けていてわからないね。はじめの方はは何だとさそうおろえば私こと先日両親へないないにて御母様のご解放に参りそうろうところちょうどその折御お前様より月々のお金が届きそうろうゆえ御母様は 大層お喜びなされそうろうえども御前様は御神女帯ゆえ定めて極神遊ばされそうろうことと御察し申し上げそうろう去りながらおなごの身何事も心に任せずことに父は一時の抑心より御約束の義理を忘れ是非とも い,いっそすと思いに恩知へと存じ詰め揃ろうえども御母様のご病気も見捨てがたくまた恩前様の御身の上を案じあれまあ破れているよ惜しいねこれぎりしきゃわからないがこれは何だねこの文の様子じゃ親と親とが 約束でもしたいい名付けの娘があるんだね「先生はこっちへ出稼ぎに来てるうちにお国に残っているおっ母さんが塩梅ばいが悪くなったもんだからその言い,い名付けの娘が来てうちへ内々で看病をしているというようなことなんだよ」「この文で見ると先生は月々のものを送るんだね」 どうも、関心じゃないか。本当に親孝行な人だこと。私はまだお目にかかったことはないが、きっと様子の良い方に違いない。この間もちょいと戸棚を開けると、地袋の下にぶどう酒があって、生卵まで添え置くなんて、本当に気の利いた粋な人だよ。どんな方だか、 顔が見たいね何でもきっと良い男に違いないよ。まだ会ったことはないからわからないけれども様子のよい立派な人に違いないと私は考えるね。なんだか聞けば元は日立の土浦の土屋様のご家来で大層お高を取った大文一作という人の子だというが。 おやおやまあここに指輪があるよこれは女の指輪に違いないねそんなに良いのじゃないけれどもそれでも金だね細いことは細いがはめてみよう自分の指輪を抜いてはめてみるとなかなか硬くってはまりませんこれは何でも私より 指の細い人に違いない。私の指の方が太いから、先生のじゃあるまい。私にさえはまらないくらいだから、先生の指がそんなに細い気遣いはない。おやおや、いいね。この手袋も私にやっとはまるくらいだから、これも手の小さい人に違いないね。何だろう この指輪だの手袋があるところを見ると毎晩どっかの夫人が合いびきに来るものがあるのかしらあれまあこの文をよく見ると末始終国へ帰って立派に中戸を立って結婚式をなさるんだね本当にまあこんな先生のおかみさんになる人は幸せだよ 困る中でもいくらかずつか月々おっかさんのとこへお金を送るなんて本当に関心な方じゃないかあれまあこのタバコ入れはきれいだこと縫い取りをしてまあよいさらさじゃないか昔は大層はやったんだね今の人はあんまり持たないが本当にね 先生のことを思うとなんだか知らないがみのすけが嫌になっちまったよなるほどみのすけもちょいと男ぶりはよいけれどなんとなくまぬけだねしょせんあんな人を亭主に持つと困るよいくら信代がいいったって実はまあお父さんがこしらえたんだほんとはまあ 自分の働きで身頼をこしらえ立派になったというような人の女房になりたいね。2へ続く。